台風15号による災害支援へ、名古屋からテックフォースが出発です。今日は午前7時ごろ名古屋で出発式が行われ、中部地方整備局のテックフォース緊急災害対策派遣隊の隊員4人が静岡県の川根本町に向け出発しました。なお現地まだ浸水被害だとか、あるいは断水が続いているということであります。現地に寄り添った対策を目指す。中部地方整備局からはこの他にも5つの班合わせて20人の隊員が静岡県内に派遣され、被害状況の調査に当たります。